はい。ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。えー、海外でもね、なんかゲームボーイカラーのイメージっていうと、クリアパープルだったんだ <laughs> っていうことを、こう考えさせられるね、あの記事があったんで紹介しようと思います。元記事はね、ビデオゲームインスパイアード d a b 1ァモーターサイクルハザートランスペアレント パープルボディチートコーズっていうことで、まあこれ僕の拙い英語で話してもしょうがないんで、これ自動翻訳かけたんで、一応こういうタイトルになりました。えビデオゲームにインスパイアされた DAB-1 アルファバイクは透明な紫色のボディとチートコードを備えていますってこ記事で、これ2024年10月8日20時56分に公開された記事になります。これオートエボリューションというね、海外のサイトの、えー、記事なので、 まあ,あの、気になる方はね、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらで全部読めますし、まあ、写真も見れますのでね、ぜひ見に行っていただければと思うのですが、ちょっとね、この記事気になったので、ちょっと扱っていこうと思います。ちょっと冒頭読みますね。ちょっと自動翻訳なんで、ちょっと変な文章に見えるか、聞こえるかもしれないんですが、ちょっとご勘弁ください。2000あ2018年の営業開始以来、フランスの二輪車専門メーカー、DAB モーターズは、 二輪車のデザインをアートに昇華させることを目指しておりその最新作は美術展に出展するか出品する価値があるかもしれませんビデオゲームのレトロな世界にインスパイアされた新しい DAB1α アトミックパープル電動バイクは未来的なテクノロジーと大胆な美学をユニークに組み合わせていますということでこの DAB1α アトミックパープル電動バイクっていうのが、まあ、まさにこのクリアパープルのねゲームボーイからのクリアパープルのね色をしてるんだけどまあただそのあクリアパープルなんかゲームボーイカラーっぽいじゃなくて完全にそこをこうあの踏まえた上でのこの色にしてるということなんですね えー、滑らかな半透明のパープルのボデ,ィをボディーワークを披露するこのフランスのモーターサイクルは、任天堂が製造し、1998年に同社の125周年を記念して発売された、えー、象徴的なハンドヘルドゲームコンソールに、えーあと、ここアトミックパープルって書いてあるんだけど、まあ、クリアパープルのことかな、に敬意を付与しています。これもしかしかたら日本だと とか海外だと読み方が違ったのかなって気もするけどわかんないけどまあとにかく日本でいうとこのゲームボーイカラーのクリアパープルのね色をしたあのバイクをフランスのモーターサイクルでこう使われてたということなんですよでこれねまあ単にそれだけじゃなくてまあ、タイトルにもあったねそのえー、っとまあ 紫色のボディとチートコードを備えていますみたいな書き方してるんで、ちょっとギミックがあったりして、そこがちょっと面白いんですけど、まあちょっと読んでみると、えー、っと、 ゲームボーイのインスピレーションは、ゲームボーイカラーあ、ゲームのインスピレーションは、ゲームボーイカラーの十字型の十字キーと、クラシックな A ボタン、A および P アクションボタンを彷彿させるように設計されたコントロールを備えたカスタムハンドルバーにも見られます。二輪車の画面は、ニンテンドーの小さなコンソールからもデザインのヒントを得ており、ゲームボーイのディスプレイと同じように、片側に赤い スステーーータスライイトががいたオーバーレイが自慢ですしかし、えー、ゲーム分解の賛同はここにとどまりませんイグニッションキーはライダーがバイクを始動するために挿入する必要があるカスタムビンテージゲームカートリッジから作られているため最も驚くべき独創的な機能かもしれませんこれ何かっていうと、まあ、とにかくね、まあ、最近だと本当に 日本国内でもゲームボーイであのニュース記事検索すると大抵があの盗難者、盗難者っていうか車を盗む人たちの道具としてこうゲームボーイにそっくりのようなね機械を使われてそれがゲームボーイと呼ばれててそればっかりこう検索が引っかかったりするんですけど結構海外のやつも拾おうとすると海外でもどうやらゲームボーイっていうそれ機材がね言われてるみたいで結構物騒なね車と ゲームボーイっていうとそっちの側に行っちゃうんだけど今回はこういう感じでゲームボーイのねカラーでこういろいろやってるんだけど実際にそのバイクにバイクもゲームボーイカラーの,そのクリアパープルの色なんだけどゲームボーイじゃないんだけど画面があってそれもなんとなくゲームボーイの画面をモチーフにしてるような感じになっててさらにあのカですねバイクを起動するための鍵も このカートリッジになってるっててるいうなんですけどもこれ写真を見てみるとねグレーなんですよだからポケットモンスターのねこのまあポケットモンスターじゃなくてもいいんだけど通常ねゲームボーイっていうのはまあこういう色なんでまあこういう色味のねあのまあ鍵が使われてるっていう話なんですけどでも僕ね思ったのがゲームボーイカラーをモチーフにしてるんだったらやっぱゲームボーイカラーはやっぱり カラー対応のねこのブラックのこの色なんじゃないかっていうね <laughs> 勝手に思ってみたりとかもしくはゲームボーイカラー専用だとするとねあのまあこういうまあ日本だとこういう感じのデザインなんですけどもえっ、ー、とゲームボーイカラーだとしたらこっちもねクリアなんですよクリアブラックっていう感じかなこういう色味なんですよねだからここはなんでゲームボーイなのかなと思ったけどまあここはまあある意味この 日本でいうとこのファミコンだとこう色がいろいろカセットねいろいろあったけどまあゲームボーイとスーパーファミコンとかゲームボーイの色って大体こうゲングレーっぽい色で限定じゃないですかだからその色のイメージがやっぱフランスの人にも染み付いてるんだなっていうところがまあそういうところはねカラーって言ってもやっぱゲームボーイの方のイメージがこう引っ張られるんだなってちょっと面白く思いましたあとねチートの話もちょっと載ってるんですけどこれに関してはあんまりうん ちょっと読んでみますね。<laughs> さらにデザイナーはソフトウェアにチートコードを統合することにより、この限定版のオートバイを所有することがユニークな体験であることを確認しました。秘密のコードを見つけたゲーマーがゲームの新機能にアクセスできるのと同じように、これらのチートコードを発見したライダーは、スピードブースト、新しいディスプレイテーマ、8ビットサウンドエフェクトなどバイクの様々な拡張機能のロックを解除しますってあって、まあまあ、あの、あんまりこう乗り物にね、変なチート機能を入れ 入れないで欲しいででし気もすするんですけどまあ多分事故るようなそういうようなねとかなんか変な,かなんか違法改造するとかそういう意味じゃのチートではないと思うんですけどもちょっとねあのバイクでチートって大丈夫かってちょっとそういう心配があったりします。でままあまあとにかくね で、これね、一応、d b モーターは電動バイク d ア b 1ァを合計400台のみ生産する計画で、秋に生産を予定していますとこうなってるんで、まあ、気になる方はね、あの、ニュースをもとにね、いろいろチェックしていただけるとね、あの、欲しい人はね、全部買えのかな、よくわかんないけど、一応ね、いい14万9000ユーロ、約1、えー、 16万、あ、じゃ1万6500ドルということになっていますよ。<laughs> から始まる価格はね。えー1 14.14900から始ままると述べていますが最終的な価格はどのアップグレードを選択するかにより異なりますということなのでまあ興味のある方はねこれチェックしてぜひ買ってねこれゲームボーイカラーの色だぜってやってほしいんですよねでちょっとね気になったのがねそのゲームボーイカラーの色なんですけどもそもそもねあのー ゲームボーイのカラーって、まあ、ゲームボーイの色って言うとなんとなく、この、ちょっと白というか、ちょっとグレーとは言わないけど、なんかあの、なんかゲームボーイ特独特の色味ってあったじゃないですか、あの弁当箱みたいなね、あのでかいやつね。まあ、ゲームボーイカラーになると、ゲームボーイポケットになるとまたちょっとイメージが変わると思うんですけど、ゲームボーイって言うとその後ブロスとかで色々カラーバリエーション出てるけど、やっぱゲームボーイって時の色味っていうのは皆さん同じような色味を持ってると思うんですけど、ゲームボーイカラーってね、 実際、発売日にね、6色出てるんですよ。6色。まあ、実際、任天堂のサイトにね、見に行くと、あの、まあ、ゲームボーイのね、専用のページみたいなのがまだ残ってるんだけど、説明文全部なくて <laughs>、写真だけが見れるってところがあるんだけど、そこ見ると、赤、紫、あ、だから赤、あ、レッド、パープル、イエロー、ブルー、クリア、パープル、クリアの6色が並んで、写真が掲載されてるんですけど、これがね、あの、多分ね、発売日。 2000あじゃあ1998年の10月かなに発売された時に出たカラーバリエーションなんですよ。でまあ当然ねこれ6色同時展開だから普通の人は、まあ、ゲンボイカラーって、まあ、その時みんなね好きな色買ってると思うんだけどただねやっぱり戦前的なところでいくとクリアパープルのイメージが結構強かったと思うんで、まあ、皆さん、まあ、人気もあったしねちょっとあのクリアっていうのはもう過去にも多分他でも。 他のゲーム機とかでもやってたけど、クリアパープルっていう色があんまなかったんだと思うんですけど、クリアパープルが結構人気があったんですね、当時。まあ、まあ、ブルーとかもね、今見ると、こんな色のゲーム機ィあんまりみんな見てないなって気もするんだけど、まあ、とにかく、そんな感じで、あの、6色あるんだけども、クリアパープルのイメージが強くて、で、これ、 まあ海外のね、フランスの会社ですけど、フランスの人にとっても、ゲンボーイカラーっていうと、あ、クリアパープルのイメージがあるんだって、ここはちょっと面白いなと思ったのと、あとこの記事に関して言うと、オートエボリューションってサイトね、こう、調べてみたら、アバウトアスのページを見てみたら、所在地がルーマニアなんですよ。ただルーマニアって多分言語ルーマニア語だと思うんで、 これはルーマニアにあるけども、英語発信しているニュースサイトなのかなって、ちょっと、ね、疑問もあるんですけど、とにかく、まあ、こういう人たちが、このゲームボーイカラーイコールクリアパープルってところで、共通でこう、フランスの人もね、まあ、ルーマニアのこのルーマニアじゃないどっか英語圏の国のね、人が書いた記事かって、そこら辺はよくわかんないんだけど、とにかく、まあ、皆さん、あ、ゲームボーイカラーイコールクリアパープルなんだなって、こうね、発見ができるので、ぜひね、あの、バイクの記事見て、あの 一緒に楽しんでください。<laughs> はい。あんまりこうまとまりのない感じなんですけど、ちょっと気になったのでね、チェックしてみました。はい。で、ちなみにですね、ちょっとあの、今週のね、土曜日にイベントがありまして、こちら参加する予定なんで告知させてください。えー、レトロゲームショーあ、レトロゲームトークショー、レトロゲームシンドロームというのが、えー、2024年10月12日にね、えー 開催されますこれがあの神田明神文化交流館江戸っ子スタジオというところで、えー、会場日時が16時、えー、開演日時が17時というふうになっていますで10月8日にね追記として、えー、と声優 e スポーツ部のね正木香音さんの追加出演が決定しています でもう一回イベント内容の読み上げますとレトロゲームをテーマにしたトークイベントレトロゲームシンドロームには1万5000種類以上のゲームを所有する著名なゲームコレクターである作監あ著名かどうかあの記事書いた人に聞いてもらいたいんですけど僕のことですね懐かしのハード PC エンジン専門のコレクターとして飽くなき探求を続ける PC エンジン研究会氏が登壇するほか現役声優が多数在籍する e スポーツチーム声優 e ース スポーツ部からリアルとバーチャルの両方で活躍中のアーティスト、正木ノ音さん、大のレトロゲーム好きとして知られる声優の月城亜美さんと同じく E e スポーツチーム、えー、サイバーリークで活,活躍中のプロゲーマードリさんも参戦。レトロゲームを主軸にしつつも、近年ますます盛り上がりを見せる e スポーツの話など、新旧問わず、ゲームにまつわる様々なトークが繰り広げられる、を繰り広げるという、まあこういうイベント内容になっているんですけども、まあ正直、あの、 まあ、PC エンジン研究会さんとはね、あの、お会いしたこともあるし、話をしたこともあるんですけど、で、まあ、いろいろとこう、共通の話題で話ができる感じはあるんだけど、ちょっと声優の方々とかね、えー、まあ、てか皆さんプロ、一応プロゲーマーカ,カテゴリーに入るのかな。 まあ、e スポーツカテゴリーのね、方々と、まあ、レトロゲーム好きって人もいるけど、この人たちと、まあ、多分年齢もね、僕からすると多分2、30歳ぐらい離れてるような方々なんで、どういう話の展開になるか全く読めないんですけど、あの、一応、えー、1時間半ぐらい多分トークするような、 内容になっていると思いますので、ご興味のね。ある方はぜひあの見に来ていただければと思います。思います。ただ、ちょっとお金のかかるイベントなのでね。無理とは言わないのですが、一応あの12日なんかこう予定あったかな？とかチェックしていただくとね。よろしいかと思います。あの概要欄にもねリンク貼っておきますので、その。 そののページの方でもご確認いただければと思います。はい、といとうことで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また、僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよなどアイデアがありましたら、ぜひコメントください。また、動画の拡散、SNS での動画の拡散、よろしくお願いします。以上、酒勘でした。